ス最速のお笑い番組せーの毎日大喜利プロデュースドバイ AU。 さあ、本日は大読大喜利スペシャルということで、はい、こちらの4名に来てもらってます。まずは意外とそんなに回数来てないんだ、ランジャタイお願いします。はい、ありがとうございます。あ、父ちゃんもね。クイーンちゃん、その会うたんびにビジュアル変わるんですけど、そう、何なのその眉毛がないのは。これでも本当にこれ本当なんですけど、うん、ダウンタウンと今連動してて。連動、はい、これ浜ちゃんでしょ、うん、これまっちゃんいなくなったでしょ、ほら、うん、パッて消えちゃって。やめなーそれやめなよ、これマジなんすよ、ね、なんでここにかかってんだよお前の。なのよ、伊藤の髪型は合ってんのそれ。ずっと合ってます、もう大正解。柴田さんライバルでしょ伊藤。違うよ、永遠のライバルですよ。いつかここのポジションを狙ってんだよね。あ、ここを狙ってんの。もちろん絶対渡さないよお前に。頼ます、今日回答で、はい、さあそして10回目の出演だぜ、はい、スパイク枕です。お願いします。よろしくお願いいたします。え、これ以外でさ合わないけどさ。これ以外の仕事してるよね。毎日大喜利が私を拾ってくれたと。そして毎日大喜利さんだけがまたお願いしますで本当にまた呼んでくれた現場だとすごい感謝してるんです。あ、でも嬉しいよ。ここに10回も呼んでくださるんだったら、うん、普段スタッフさんいろんな番組を他にもやってるわけじゃないですか。まあそうだね、他の現場でもう少し私のことを。あー、やばい、ごめん、ひとまず今日はここで頑張っていただいてお願いします。さあそして2回目の登場です、クロちゃんお願いします。待って、急に呼ばれたら気恥ずかしい。パン、お花、来た新よ、来た新よ、2回目だしよ、来た新。どうでした、なんか反響とかありました。毎日大喜利に出て、視聴回数が減ったって言われましたね。やめてよ、お前のせいで減ったとか言ったから僕呼ばれないと思ったら呼ばれたでしょ。びっくりしてますよ本当に。たまに欲しくなるんですよやっぱクロちゃんが。本当ですか。今日は一応大読大喜利っていうね、はい、誰かに回答を読んでもらうっていう形でやるんですが、うん、その前にまずは、通常のお題で肩慣らしさせてください。最初のお題こちら、人前でキスする以上にバカップルすぎる行動とは。思いついた方から挙手でお答えください。一つのお題で芸人たちが大喜利を行う毎日大喜利、月曜から金曜は完全版の切り抜きショート動画で配信してます。そちらもお楽しみに。各お題終了後には皆さんの回答の中から柴津ベストを発表します。頑張ってください。伊藤、はい、人前でキスする以上にバカップルすぎる行動とは。クラスの卒業写真の欠席のとこでキス。バカだね。あ、いいね、濃いよな。だったら計画的でしょ。計画的だね、うん、はい、来ました、クロちゃん、人前でキスする以上にバカップルすぎる行動とは。プールで水を飲む。バカップルというかカップルじゃないよ、そのバカじゃん。いや、これはね、僕は思わないんですけど、うん、僕ね、プールね、彼女と行って、そしたら彼女の近くの、うん、泳いでる近くの水をやっぱりね、美味しいだろうなって飲んじゃうんですよね。そういうこと。そうです、そうです。キモいな。だってプールに入ってたら絶対に水飲んじゃうじゃないですか。だったらやっぱ彼女の近くの水を飲んだ方がいいじゃないですか。だからね、プールから出た後ご飯行こうと思うんですけど、いつもお腹いっぱいで僕行けないんです。すごい速さで喋ってる。はい、ともしげさん、はい、人前でキスする以上にバカップルすぎる行動とは。間違えて隣のおじさんにもキスしちゃう。バカだな。キスが好きなんだ。キスが好きだ。松浦、はい、人前でキスする以上にバカップルすぎる行動とは。お互いの体のどこか一部分をさすりながら駅にずっと佇む行為。いや見るけどね、終電近くなってくるとね。はい、はい、クロちゃん、人前でキスする以上にバカップルすぎる行動とは。彼女の無駄毛を集めて紙吹雪で巻く。巻くしんよ、巻くしんよ、巻くしんよじゃないよ、巻くしんよ。ポケットに結構ね入れてるんですけど、そしたら紙吹雪も入ってるからつい一緒に巻いちゃって、あーと思いますね。やばい、本当に入れてるんだ無駄毛を。伊藤、はい、人前でキスする以上にバカップルすぎる行動とは。動物園のカバの檻に入ってって、うん、カバにキス。もうバカにかけてカバに。いや、すごい頭いい。あ、そのつもりじゃなかったんだ。どういうつもりなの。お笑い能力が高い。もう終了です。終了か。はい、ベスト伊藤のクラスの卒業写真の欠席のとこでキスしてる。やった。はい、いいんですか。
いや、いいと思いますよ。柴さんに近づいてます、どんどん。全然近づいたと思います。いいんですか？あれの後のカバのやつで遠のいてます。トントン、はい、続いてのお題から、代読大喜利です。自分以外のゲストに大喜利回答を代読してもらいます。回答書き終えたら挙手してください。私が当てますので、誰に読んでもらうかを宣言して回答を渡してください。読み方など細かいニュアンスを代読者に伝え終わったらお題振りますので、代読者回答を読み上げてください。それでは参りましょう。代読大喜利のお題はこちら。嫌いな業界人の特徴を教えてください。嫌いな業界人、はい、嫌いな、はい、あ、松浦さん来ました。クロちゃんさんに。クロちゃん、アグネちゃんさんみたいに言わないで。言ってないって。言ってないけど。またない。まあ、でもそのまんまなの。そのまんま。あ、いいですね。え、けどわかんないからもうちょっとちょっと近くどうしよう。やだ、もうこの後ろでキスしちゃったりして。やだ、盛り上がれ。じゃあまずは、松浦さんの回答をクロちゃんに読んでいただきます。嫌いな業界人の特徴を教えてください。招待でしかライブ行かねえくせに、僕もアイドル好きなんですよって言ってくるやつ。これはクロちゃん分かりますか？分かります ね、本当に。アイドル招待でしか、うん、あの、あれ俺のこと言ってないよね。なんかクロちゃんも、クロちゃんもちょっと多いよ。いや、待って読んだ時腑に落ちなかったのなんだなと思ったら。読んでみてちょっとして、なんかちょっとわかる。少しクロちゃんはご自分で行かれてると思ったから。自分でも行ったりもするんですけど、やっぱつてがあるところは、やっぱ招待で入って、で見るかな、どっちのこと言ってんのかなって。半信半疑じゃ出しちゃって。そういうつもりじゃないよね。そういうつもりじゃなくて、クロちゃんが嫌いなんじゃないですか。これたまたまクロちゃんに代読してもらっただけってことで。はい、くにちゃん、誰に読んでもらいますか？杉浦さん。松浦です。ごめんなさい、杉浦、ごめんなさい。もう本当に杉浦って花粉の花粉みたいに言わないで。やだー、やだー、よさしいかねー。たらたらたら、あ、今日楽しいかも。楽しいかも。こういう楽しみ方じゃないんですから。じゃあ国ちゃんの回答、松浦に読んでもらいます。嫌いな業界人の特徴を教えてください。イルカを担いでくるクソ野郎。いないじゃん、そんなやつが。ウケろー。ウケないよ。松浦さんあんま滑んないのに。ねえ。松浦さんすごい。松浦さんあんま滑んないのに。今日でさ、連続出演が止まるかもしれない。やめてくださいよ。やめてよ。はい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 。はい、クロちゃんが手上がりました。はい、誰に呼んでもらいますか。ともしげくんに呼んでほしいです。じゃあ、クロちゃんの回答をともしげさんに呼んでもらいます。嫌いな業界人の特徴を教えてください。僕と一緒に撮った写真は SNS に上げないくせに、ダウ9万のはバシバシ上げるやつ。いるしんよ、いるしんよ。いるしんよ。どういう使い方、これいますか。やっぱダウ9万今来てるからね、うん、そうか。そういうやっぱクロちゃんの写真上げてくれればいいのにね。うん、なんか炎上するらしい。伊藤松浦さん。あ、松浦、はい、松浦さん。あ、2枚、2枚ある。新しい。あれ、1枚は、1枚は、え、1枚、あ、俺にも。なるほどね。あら、すごいやり方だ。え、2人やるの、超対策よこれ、ね。はい、じゃあ伊藤の回答。嫌いな業界人の特徴を教えてください。滑ると鼻の穴に指を突っ込んできて、そのままぶん投げてくる。なんでこんなことしたかった。ちょっといや、新しいなと思ったよ。新しいなとは思ったけど、そう、挑戦したこと、なんか挑戦ね、そう、自制心を買って、はい、すごい、終了です。あ、終了か。はい、ベスト、クロちゃんの、はい、僕と一緒に撮った写真はあげないくせにダウ9万のバンバンあげるやつ。やったやった、信用ありがとう。はい、続いては皆さんの大喜利回答をこちらの方に代読していただきます。どうぞ。ハロープロジェクト所属、お茶ノーマの久保田七海ちゃんです。お茶ノーマの今日も一番可愛いぞ、キムル久保田七海です。お願いします。七海、七海、キムル、ありがとう。七海、すごい、日本レコード大賞新人賞、すごい、すごい、ありがとうございます。
クロちゃんはもうご存知ですか？もちろんですよ、もちろんですよ。キュルルンでみんなね、本当にあ、可愛いってなってますからね。今日はね、一人だからね、いいと思うんですけど、うん、メンバーと一緒にキュルルンってやったら横のメンバーが死んだような顔してますからね。言わないでください。言わないでください。こいつだけ振り付けになるんだ。今日はだから7人にみんなの回答を読んでもらう感じなんですけど、はい、大丈夫かね。この可愛さでなんとか乗り切りたいと思います。キュルルンいいですね、素晴らしい。早くも3回出ました。3回早くも3回キュルルン乱発いいもんね。さあそれでは参ります。代読してもらうお題はこちら。アイドル雑誌のインタビューでカットされた問題発言とは。伊藤、はい、いいですか。うん。アイドル雑誌のインタビューでカットされた問題発言とは。キュル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 ルキュルルルルルキュルルのルルルルルお母さんこれは問題だわ。壊れちゃってんだもん。キュルキュルでかぶったな。かぶったな。どういうことでしょう。アイドル雑誌のインタビューでカットされた問題発言とは。おぼぼぼぼぼぼぼむがっぱレベレベどういうこと。何言ってんの。びっくりしたんですよ。かぶったんですよ。だからかぶった同じコンビで、うん、かぶったんですよ。あ、松浦、アイドル雑誌のインタビューでカットされた問題発言とは。いや謙虚でいたいですね。昔はいたじゃないですか、グループ名大きいだけでお前が偉いわけじゃない。あ、違う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 。ちょっと長いんじゃないだから松浦さんの回答がね。そうそうそう、私がね、ちょっと何回ですか。アイドル雑誌のインタビューでカットされた問題発言とは。いや謙虚でいたいですね。昔はいたじゃないですか、グループ名が大きいだけでお前が偉いわけじゃねえからなってやつ。どう。違う違うってなんで。違うってなんで。あってごめんね、本当にもう、ね、ごめんね、本当に私が長く書きすぎちゃって。はい、クロちゃん、はい、合法的に近づいてくるよ。おしくらまんじゅおされてなくね。おしくらまんじゅやーどっか行った、カンバーク行くよ。また叩いた、また叩いた、また叩いた、なんで叩いたかは分かるだろ。びっくりした。いいですか、いきますよ。アイドル雑誌のインタビューでカットされた問題発言とは。私筋肉あるんですよ、ほら見てください。実は筋肉見せてるふりして脇の匂いチェック、くんくんフローレンス出たしよ。かわいい、いいしんね。これはギャガーじゃん。普通にしっかりやってくれましたね、うん、これになったらまだいけるのあります。まだいけるのある。ありますあります、ね、はい、まずら今度こそ、今度こそ、ね、本当にバチッと。アイドル雑誌のインタビューでカットされた問題発言とは。お酒は一発目からコカレロです。これぐらいがいい、これぐらいがいいか。クロちゃん、はい、待ってね、ななみ怖いよ。さあ、こっちなんですけど、私マシュンですって。いいですか。はい。いきます。アイドル雑誌のインタビューでカットされた問題発言とは。私足速いんです。位置について、尿意、ドン、止まらない、尿のカーニバル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 。出ましたー。出ましたよ。大丈夫なのこれ。何させてんの。尿のカーニバルですよ。尿のカーニバル連呼してる時に、もっと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 怖いよ。もっともっと気持ち悪い。もっと激しく、もっと激しくじゃない。伊藤からいきますか、はい、アイドル雑誌のインタビューでカットされた問題発言とは。私がつけてるこのリボン、実は寄生獣なんです。みんなキュルしちゃうよ。キュルしちゃうよ。素晴らしい、最高です。いや素晴らしい、完璧じゃない。最後クニちゃん、はい、いきますか。アイドル雑誌のインタビューでカットされた問題発言とは。って見ててください、このターン口に戻ってきますよ。いや気持ち悪い、気持ち悪い。なんでそんなの見なきゃいけないの。ありがとう。インタビュー中に。はい、終了です。いやーどうしよう、ウエストクロちゃんの
私足早いんです。位置について尿意どん止まらない尿のカーニバル。やったー、よかった、きれいきれいきれい。いや、これはちょっとね、クロちゃんは強かったか。もしよかったらまた遊びに来てください。はい、ぜひよろしくお願いします、お願いします。はい、久保田奈々美さんでした。ありがとうございました。決める。さあ、続いてのお題に参ります。続いての代読者、この方です。どうぞ。どうもー。はい、すごいの来た。はい、来ました。トリオ結成1年目の素晴らしき人生のお三方です。どうもー。よろしくお願いします。みんな僕が見えるの怖えよ。やめてくれよお前。じゃあ、藤子と鈴木とりょうちゃんです。よろしくお願いします。俺らはもともと3人とも別々でこうね、いろんなコンビとかでやってるのは昔よく一緒になってたけど、はいはい、今この3人なんだ。はい、そうなんですよ。そうなんですよ。時代って変わりますね。時代は関係ないけど、そうなのね。はい、さあ、この3人に、代読してもらいます。お題はこちらです。はい、今日スタジオにいる先輩芸人に挑戦状を叩きつけてください。あ、はあ、なるほど。はい、来ました。松浦、鈴木くんにちょっと。ああ、僕ですか。はい、今日スタジオにいる先輩芸人に挑戦状を叩きつけてください。クロちゃん、ネタ見てくださいよ。ほう。あ、ネタの人じゃないか。ちょっとそんなことないから。できるから悲しくなってきた。えんえんえん、えんぽこえんふ。それを言って。じゃあネタの人じゃない。ネタの人じゃないよ。まず前方後円墳なのよ、あれ。前方円墳。前方後円墳。ちょっと待って、いや、うちの後輩なんすよ、こいつらマジで。あ、はい、そうですか。松竹なんだ。そうなんですよ。いや、なんか変なやつら、なんかテレビ出てきたなと思ったら、うちの事務所だったから、うん、わ、ちょっとこいつらもやめてほしいなと思いましたね。変な、お前だろ。なんで変なやつが出てきたからは。変じゃないから。そんなことやったら悲しくなってきた。えんえんえん、エンジン展開、ブルンブルン、まだまだいきますよ。元気だな。元気だよね。くにちゃん、はい、今日スタジオにいる先輩芸人に挑戦状を叩きつけてください。おい芝、合コンした女の子たちに芸人面白いランキングつけられて、お前最下位だったらしいじゃねえか。すかしてんじゃねえ。お前もだろ。ちょっと僕ら使って身内検査やめてくださいよ。あったね。ありました。ありました、ね、こんなの全芸人の中で最下位取ってる。そのランキングつけたこと後日もう一回飲んでる。鋼のメンタル。はい、クロちゃん、この3人の親玉みたいなやつ。確かに、ね、頼んだしんよ。頼んだしんよ。いくよ。今日スタジオにいる先輩芸人に挑戦状を叩きつけてください。下克上だ。先輩に噛みついてやる、ともしげ。いや、本当に噛みつくんかよ。いや、マイク・タイソンかい。耳だしね。違う。耳だし。ちゃんと指示した。ちゃんと最後まで指示した。指示したんですけど、りょうちゃんには伝わってなかったのか。松浦さん、お願いします。今日スタジオにいる先輩芸人に挑戦状を叩きつけてください。ともしげさん、僕にも一生懸命やってできないって芸教えてくださいよ。やだな。そういうつもりやってない。そういうつもりやってないですけど。早く早く。はい、終了。ベスト。はい、松浦のともしげさん、僕にも一生懸命やってできないって芸教えてくださいよ。これは何でしょうね。その当然松浦が考えて当てがったセリフなんですけど、なんか腹から出てた感じが引き出したね。え、なんか表情もあって。どうでした、代読大喜利なんてね、普段やることないでしょうけど。そうですね、ちょっと答えたかったですね、自分で。いや、そんなだってやってもできるわけないじゃん、だって。いや、そんなことないですよ。絶対クロちゃんさんはできますよ。アグネシアさんみたいに言わないで。言ってないっつってんの。なんでアグネシさんっていうの。ユニセフにこんなに貢献してないから。言ってないっつってんじゃん。なんで会話できない。何。はい、ということで素晴らしき人生ありがとうございました。さあ、
続いての代読者この方です、どうぞ。大丈夫？ちょっと待って、続いての代読者は芸能事務所高倉組の高倉組長です。組長元不良率 80% を誇る悪役専門芸能事務所、自身も元不良ということで、2019年ネットフリックス全裸監督も出演されてるそうで、だかられっきとした俳優さんです。あ、俳優なんですね、はい、ただ、いわゆる悪役専門ということでよろしいですかね。よろしく。よろしく。リアルです。リアルだな。リアルはこんぐらいです。確かに。それでは代読してもらうお題、なぜ弊社で働きたいと思ったのですか。こわもてな男がテラサの面接で言ったこととは。はい、さあともしげさん、はい、まずは言ってみましょうか。なぜ弊社で働きたいと思ったんですか。こわもてな男がテラサの面接で言ったこととは。うっせえな、やりたかっただけなんだこら。そういうことです。こわ、やる気はあるんです。そうです。よろしく。ね、来てるか。じゃあ拾ってください。はい、ね、すいません。めっちゃいい。はい、くにちゃん。バックを蹴るっていう演出はともしげさんですか。僕の演出ではございません。アドリブです。僕の演出ではございません。怖かったんだけど。怖かったね。緊張。なぜ弊社で働きたいと思ったんですか。こわもてな男がテラサの面接で。しっかりこう入れてね、芝居のプランとかありますから。そう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 。はい、じゃあいきますよ。今度こそ。なぜ弊社で働きたいと思ったんですか。こわもてな男がテラサの面接で言ったこととは。てめえこっち来いって言ってんだろお前。何これ。大喜利何これ。全然違う。のてめえこっち来いたー、てめえこっち来いたーだったんですよ。ああ、もうぶん殴っちゃうみたいな。いやいや、今のだと俺殴られてるよ。ちょっと、言っといて、全然誰もいないところでやってくれとか言っといてね。ビビった、マジで。当然のようにクロちゃんのとこ行きましたよ。いや、そうよ。いや、素晴らしい、いいですね。最高、いいで、最高です。これはいいですよ。ちょっと待って、しびれたんだけど。しびれますよ。いや、これは、クロちゃんは次の収録あるので、素晴らしき人生とチェンジ。おかしいんでしょ、待ってよ。俺全然何待ってないじゃん。大丈夫、もう素晴らしき人生がもうちゃんと育ってる。いやいや、なんで後輩に任せないといけないの、マジで。お疲れ様でした。いや、なんだ、本当に。お疲れ様です。帰んの、ちょっと。いいから、早く帰る。いや、怖い、本当に。おかしくない、本当に。けるるん。はい、素晴らしき人生、じゃあ、あそこ座っちゃってください。じゃあ、改めて、ちょっと松浦の回答を。なぜ弊社で働きたいと思ったんですか。こわもてな男がテラサの面接で言ったこととは。あ、会社の前に季節の花が咲いたのよね。会社の前に季節の花が植えられちゃったけってこ。でもすごいアドリブです。可愛らしい感じ。いいですね。可愛らしい。はい、素晴らしき人生。なぜ弊社で働きたいと思ったんですか。こわもてな男がテラサの面接で言ったこととは。ケツの穴から手突っ込んで売り上げドカドカドバドバしたろか。全然違います。ケツの穴から手突っ込んで売り上げドカドカ上げたろか。長いんだよ。長いでしょ。伊藤、はい、入れるよ。お願いします。行きましょう、バシと、なぜ弊社で働きたいと思ったんですか。こわもてな男がテラサの面接で言ったこととは。ほら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 、地獄の PK 戦の始まりや。一周回ったのどうだった。いや、一周回ったのはアドリブだ。アドリブだ。アドリブです。すごいな。次次次次、松浦早く。
これもいいよ。これもろいんだよ。あ、良さそうですか。さあ行きましょう。なぜ平成よくないチェンジ。カンペを。カンペね。すいませんね。皆さん目線は上の方でお願いしますよ。ここに。本社六本木だろ。俺を囲っといたか。いいぞ。すごいじゃん。新しいもの。ええ、どういう状態？ほんで俺まだ振ってもなかったし。次次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 次早い早い早いよ。待ってて。なぜ弊社で働きたいと思ったんですか。こわもてな男がテラサの面接で言ったこととは。こまねえこまねえ。なんで俺にやってんだよ。なんで俺なんだよ。ダメだ。ダメだ。ダメじゃない。終わった。終わった。もう戻ってこなくなっちゃいましたね。これもうだから これで終わりですね。このお題はね、はい、まずベスト、俺のベスト、そうですね、松浦の会社の前に季節の花が咲いちょったけ、これをベストとさせていただきます。可愛らしい部分が見えたっていうところではね、すごいことされてる。あ、分かったか。ありがとうございました。あ、ありがとうございました。じゃあね。すみません。ありがとうございました。ありがとうございました。すっごい裏で優しい。ということで高倉組長ありがとうございました。本日は以上で終了です。皆さんお疲れ様でした。